サックスビギナーの皆さん、こんにちは。今日はサブトーンについてのレッスンをしていきます。サブトーンっていうのはちょっと普通のいつも吹いてる音にちょっと息の音が混ざったような、くすんだような音を出す奏法のことなんですけど、サックスビギナーの皆さんにとってはもしかしたらちょっと難しいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、初心者の皆さんにとってもサックスを吹く基礎力を高めるためにすごいメリットがある練習なので、どんどんチャレンジしてみてください。で、サブトーンってまず何かって分かんない方もおられるかもしれないんで、例えばいつも通りサックス吹く時の音が、でいつも吹くとして、これがサブトーンに対してクリアトーンっていう風に、ノーマルトーンとも言います、という風に名前がついてるんですけど、それに対してサブトーンで吹くとっていう風になんかちょっとくすんだような感じの、なんかちょっと渋い雰囲気が出る奏法のことですね、簡単に言えば。でそれを今日は初心者の皆さんにもチャレンジできるように説明していきたいと思います。で、やり方なんですけど、サブトーンっていうのはまず普通のアンブシャーがこういう風にクワークを吹け、サブトーンを吹きたい時っていうのは、上の歯はそのままなんですけど、下の顎をちょっと自分の方に引くんですね。これを、顎をちょっと引く。でもこう、顎を引くってなんかこういう風には引けないんで、ちょっと下に、下じゃないかな。ちょっと斜め、一方向にしか大体、できないと思うんで分かると思うんですけど、上はホルモン上げ、下の顎を、こっけかな？斜め引くか。斜め下らへんに引いて、引くことで、いつも、ちょっとリードに対して圧力を歯でこうちょっとだけ与えてると思うんですけど、歯をリードから離します。でもその時に注意しないといけないのが、唇はこう離さないで、唇をつけたまま顎だけ歯だけこう離すんですね。引く感じですね。そしたら、唇はこのままなんで、下の歯を顎を引くと、ここから、ノーマルコーンがこうで、サブトーンがここから、こういう風に引くと、勝手に下唇動かすので、勝手に下唇が、こうベロンってちょっとやりすぎですけど、こういう風にめくれるんですね、ちょっとだけ。そしたらこのリードに当たってる下唇の面積がこうちょっと増えますよね。こう紙面のイラスト、私の書いてるんで見てもらったら分かりやすいと思うんですけど、その下唇がリードに当たる面積を増やして、でも下の歯はリードから離すっていう風にして、こういう風に、やってみるとサブトーンになるんですけど、そんな簡単にできひんやろうって思うかもしれないんですけど、ちょっととりあえずチャレンジしてみましょう。まずいつも通りにこうやって加えるんですけど、加えてからちょっと下顎をさっき言ったみたいに引きます。引いてアンブシュアはいつも通りちゃんと横からしっかり支えて、ここら辺もしっかりマウスピースも包み込むような感じで加えて、顎だけ下
ふうに構える。で、はじめ、息だけを、あ、下のミの音で息だけを入れてみましょう。ちょっと音鳴っちゃいましたけど、息だけを入れるとこういうふうにさーっていう音だけが聞こえると思うんですけど、ここからちょっとずつ音にしていきます。こういうふうに、息から音になる瞬間らへん、はじめらへんの音、今のこのさーって、さーって息の音と音が混ざったような音がサブトーンです。で、この、これだったら、まずは初心者の皆さんもできると思うんですけど、これ練習するときに、リードから下の歯が下に引いてるってことは、あんまり圧力がいつもより、リードに対してかかんないんですね。でも、唇の、下の唇の筋肉でしっかり支えてるから音が鳴るんですね。で、これがもし最初からバーンと音出ちゃったりとか、最初からくすんだ音じゃなくてクリアトーンで出てしまったりしたら、それは普段の、アンブシャーがちょっと噛みすぎてるかもしれないです。で、もう初心者の人に多いんですけど、サックス、とりあえず音出したいっていう時に、結構マウスピースをガチって感じやった方が、この、噛むことで、歯でね、下唇じゃなくて、歯で押し付けることで、この通り道が、マウスピースとリードの隙間が結構狭くなるんで、通り道がすごい細く狭くなるんですね。だから、狭いってことはスピードが、息のスピードが出やすいんで、音にはなりやすいんです。でも、音色は細くなっちゃいがちです。で、サックス、サブトーン関係なくな、いつでもなんですけど、サックスで太くてっていうか、まあ、豊かな音、いろんな倍音成分が鳴る豊かな音を聞こうと思ったら、歯でグッて押し付けてると、いろんな表情がつけづらくなります。特にジャズとか、いろんな、ニュアンスを必要とされるジャンルで演奏するときは、下唇の筋肉を使っていろんな表情をつけていくんですけど、押し付けてると、その唇自体はなんか柔らかくなくて、ピーンってした状態で歯でグッと押し付ける状態になるので、表情がつけづらくなります。でも、サブトーンを出そうと思って練習するときって、歯が強制的に下がってか自分で弾いてるので、唇の下唇の筋肉がないと、リードをその唇のクッションでしっかり支えられないし、あと息もヒョロヒョロだったらこれサブトーンってならないんですね。だからサブトーンを練習することで、ちょっとこの初めね、この唇のこことか筋肉が痛くなると思うんですね。噛んで痛いっていう痛さじゃなくて、筋肉痛みたいな。でも、その筋肉っていうのは、いつも、演奏するときに大事な筋肉なので、サブトーンじゃなくても、こうやって、ガチって噛む、マウスピースとリードを挟むんじゃなくて、横からしっかり支えてないと、あと、こことか、支えてないと、いい音ならないんで、サブトの練習してたら、おのずとこの筋肉つきますので、ぜひみんなチャレンジしてみてほしいと思います。